皆さんこんにちは、野谷智也ですって感じでね、今日もやっていきたいなと思いますよ、皆さんね。今日はついにですよ、皆さん、来ちゃいました、この話題が。これをね、正直もう話すために、えー、TikTok も YouTube も、今まで、今までというか、頑張ってきてるというね、感じと言っても過言ではない議題ですよ、皆さん。ちょっと見えます 地球を汚し続ける建設業今回の動画のテーマは環境問題ということをやっていきたいなと思います。皆さんね、あの YouTube の概要欄とかでいろいろと僕がみんなにね、いつも TikTok ライブとかで僕のこと知りたかったら YouTube の概要欄とか見てみてくださいっていう感じでいつも言うんですけどまあ本当にここそことかでもちゃんと書いてありますし他にもね 僕、その建設業の先日動画を上げた、あのー、労働環境問題だったりとかあと人種差別問題だったりとかそういう部分もずっとね <laughs>、あのー、解決しないとなと思ってずっとか、あのー、活動してるんですが、まあ、その本当にトップに君臨するものが僕としてはこの地球を汚し,汚し続ける建設業という、あのー、建設業が抱えている環境問題だと僕は思っています。はい、なのののでで今回のこの動画はですね皆さん いつも通りですよ。いつも通り、ストップと今書けますけど、今この問題ちょっと関係ないです、私って思ったそこのあなた、ちょっと待ってください。今回は、真面目な野谷が話しますから、真面目な野谷友也が、皆さんに心の底から訴えかけたいことがあるんですよ。今回、ちょっと申し訳ないですが、30分程度お付き合いくださいよ。お時間を僕にください。聞いた上で。 共感できる、そういう方、今後僕のことを応援していただけると嬉しいなと思います。という感じで話に入っていきたいなと思いますよ。ねこんだけね、あのー、聞いてくださいって言ってるけど、こんな、なんか小難しそうに、ずらずら、なんか、環境とか、なんとか社会とか、なんかいろいろ書いてあるけど、野谷さん、もうそういう難しい話、もう分かんないですよ。僕、もうだって現場で毎日働いてるだけで、そんな環境なんて全く考えたこともっていう方、ダメだ。 それじゃ、考えないとダメなんですよっていうことを、あの、関係なくないよって、関係なくない、あってな、ね、関係なくないよって、それを皆様に言いたいんですよ。めちゃくちゃ関係終わりなんです。皆様の今後の人生、プラス、自分の子供とか、自分の孫とか、孫の孫とか、それ先の時代の、もう自分の大切な人を守るため、でもいいです。はい。 あのー、あの昨日挙げたね先日挙げたその労働環境問題のやつもあのコメントとかたくさんいただいたんですよ TikTok や YouTube でコメントいただいてその時に自分は正直職人でな日給月給だから休みない方がいいとか、まあ、結構いろんな意見があったんですけどまあ多くの人はねこうしそのやっぱ早く。 週休2日制になってほしいなって思いを、えー、いただいたんですがそういうコメントを、ね、いただいたんですがまあ、中にはそういうねうーん自分はあんま関係ないかもなっていう人がいたんですがまずそのマインドをやめてほしいっていうこともあの動画内では YouTube の動画内では言ったんですよねあの自分が関係ないと思ってても関係あるから渡って渡って関係あるし関係ないと思うっていうその 心自体を入れだからそうこういうことを言うとね綺麗事言うんじゃねえよとかっていうコメントとか DM もねすごい来るんですよやっぱ僕のとこにねただまあやらないよりはいいだろうって思いますよね僕はそう思うんですよ、うん、誰か建設業でこういうことを考えてる人がまずあんまりいないし現場で働いてる人たちでねだから誰もやんないんだったら一人ぐらいそういう発言をする人間がいてもいいかなと。 思っってて僕はこういういい動画をいつも撮ってます、はい、なので、ちょっと話聞いてやってくださいっていう感じで、えー、いろいろお話をしていきたいと思います。皆様に関係のあるお話だよっていう最初に説明を入れさせていただきました。はい、ということで、ここ、まあ、ちょっと、来ました。こう書いてあるじゃないですか。一人一人の意識、ね。一人一人の意識はめちゃくちゃ大事になってきますよっていう、そういうお話ですね。これね、まあ、ここでね、どういったことが今起きているのか っっていう現状だったりとか今抱えてる問題今までの建設業の歴史の中で抱えてきた問題とかをちょっとここで軽く皆様に紹介するとこから始めたいと思いますでここでばっとそういうものを紹介した上でこの先の未来そうしてるとどうなっちゃうのって話をした上で建設業が今取り組んでるこれから取り組もうとしてる対応策とか目標のお話そして最後に皆さんが できること、やらなきゃいけないことっていうお話で順番に話していきたいなと思いますので、皆さんもぜひついてきていただきたいなと思います。で,できるだけ難しい言葉を使わずに、皆様にフランクに伝わるようにしていきたいなと思いますので、あんまり警戒心なくして、ノン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 ってやんないでもうちょ、もうどん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 距離近づいてきていただいてね、いつも通り楽しく話していきますから、ぜひぜひ聞いていっていただきたいなと思います。はい、こちら、造成工事に伴う濁水。ねえ。 これどうすすかねねまあ、お水問題ですよ、ね、もう水が汚れちゃいますみたいなそういうようなお話なんですけどまあねこちらは結局何が問題なのかっていうのが皆さん想像しづらいかなと思うんですけど。あの よく現場でね、今まあルールは多少厳しくはなってきてるんですけど、その要するに汚い水流さないでくださいねとかってよく現場とかで言われたりしませんかねけど実際僕が現場で働いてる時にそういうのをね気にしないでやってる職人職人,職人さんってすごい多かったんですよ、うん、だから今一度ねこれがどういったことが起きてしまうのかっていうことを説明していきたいなと思います。ここちらね海海海洋洋生生物物がががまあ、まずこれ想像しやすすすいですが海洋生物が死に水 ていくとまあいいろんんな海洋生物が死んでいってまあ有名な話だとあのー、サンゴがね死んじゃってその死骸があのー、他の海洋生物に悪影響を与えて海洋生物全体が死んでしまうとかねそういうようなお話とかありますけどまあ、そういうとこに積もり積もってつながっていっちゃうよねやばいよねって話ですねで後々そうなっていくと海洋生物が死んでしまうそうすると人間は まあ海洋生物をけど食べるじゃないですか、この先も。だからそうなった時に、養殖をもっともっと増やしていって、今は新鮮で取っている、自然で,で生きている魚をの命をいただいて食べるということをしてますけど、まあ、それをできなくなった以上、多分人間はおそらくその後養殖をしまくるんですよねで。養殖をするための施設を膨大に作り始めると、たくさん、大量の施設が必要になるわけですよ。もう今の量じゃ絶対足んないわけですよね。 うん、今は全然シェアリスとしては自然のものを食ってる割合のがまだ多いわけですからそしたらもう大量の養殖場を作んなきゃいけないってなった時にその養殖場の工場を作るのにも CO2 の排出が入ってくるし、えー、その運用工場を動かすことによるこの発電火力発電とかそういうもので確実に CO2 が排出されるから結局ここもし地球環境問題にかなりつながってきちゃうよねっていう話ですよねはいこちら、えー、重機車両の CO2 ガソリン、通勤って書いてありますけど、これ、皆様ね、もうこれをかなり関係ありますよね、まあ、重機、皆様が想像する CO2 の排出量って、あ,まあんま考え、ちょっと想像が難しいかもしれないですけど、あのーまあ、基本的に地球温暖化っていうものが進んでいくと、あのー、地球その、なんだろうな、僕らが住んでるこの空気があるじゃないですか、空気の中の、まあ、二酸化炭素が増えすぎてしまって、 まあこのあったかい空気がオゾン層の周りそのところに CO2 がへばりついてでそこから空気、あったかい空気が逃げなくなっちゃうんですよ。で太陽の光は海水とか地上とか地面にから跳ね返ってどんどん温度は上がっていくと。だかから夏とか いいじゃないですかコンクリートの上とかめちゃくちゃ暑いでしょ現場の鉄板の上とか暑いじゃないですかあの熱が40度とか現場とか40何度とかあるじゃないですかその熱がそのままガーって空気空に上がってってけどそれが宇宙に逃げていけないんですよ。オゾン層の外に出ていけないことによって地球の中のもう 上から下からどんどんその空気が逃げないからどん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 熱があったかくなっていっちゃって海水の温度も上がっていっちゃうから地球温暖化がどんどん加速度的に進んでいっちゃうっていうのがまず地球温暖化の問題なんですけどあの <laughs> 重機に関しては皆さん現場で働いてるからリアルにわかると思いますがめちゃくちゃ重機の周りって熱くないですかまず あんぐらいのエネルギーを出すのにとんでもない CO2 が排出されてるんですよそうであれって普通の車でねそこら辺ビンビンビン通ってるじゃないですかあれでガソリン車今まだほぼほぼガソリン車ですよ日本はあれだけで相当な数の CO2 排出量がもう出てるって言われてるんですよねもう日本国民はほとんどまあ今 経済レベルも世界レベルで言ったら世界ランキング3位で高いですからほとんどの人間が車を使って生活をしているとまあ今はね都内だったら電車の人も多いですけどまあそういうまあみんな皆さんもね仕事行く時とか車両でね車使ってると思いますけどそういう通勤車両も建築業はめちゃくちゃ多いじゃないですかみんな使ってるのプラス重機重機もバンバンそこら辺で動いてるでしょ、ね、タワークレーンとかは新しい技術でやっぱあれ電気だから CO2 の排出とかないんです基本的にねただ未だに クローラーとかラフターとかそれ以外のまあユンボだったりとか爆砲関係とかはいまだに大量の,あのガソリンを使って CO2 を毎日排出しまくってるとそれが普通の乗用車に比べてもう倍とかなもう3倍4倍のレベルを重機は排出し続けちゃうんですよねそこがいまだに改善されてない要素だよねっていうところですねはいそして <laughs> えこちら森林現象、地,、えー、地形変換かな、えー、CO2 生態系で書いてありますけど、こ森林現象はまあ皆さん想像しやすいですよね。まあ、昔から、ね、コンクリートジャングルなんて言われてますけど、まあ、日本はどんどん,どんどん建物を建てていって、まあ、当時は、ね、緑が、えー、森林が、えー、植物が、えー、CO2 を、ね、空気中から CO2 を回収してくれるっていう、そういう機能を持ってることをねかつての世界の人々、人類は知らなかったんですよね。それをどんどん文明を発展させるために、どん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 ん建てていった建物、建てていきました、バーっと建てていった、ですごくなってきたなと、人類も進化してきたもんじゃないかと、えーね、日本だったりアメリカだったりね、えー、ヨーロッパの国々はそうやって言ってたんですが、地球温暖化が進んできたと、それ高度経済成長期って言われるものですよね、1980年から、年年から80年ぐらぐいのその時に、えに、ー、地球温暖化が進んできているなと。 何かちょっとおかしいんじゃないかこれと。気温がなんか毎年毎,毎年暑くなってるなこれっつって。ちょっとな夏、でも毎年20度ぐらいだったのに今年もう25度ぐらい上がってんなみたいな。今だったらもう40度平気でいっちゃうでしょ。そういうのが昔からどんどん積み重なってるんですよ。で、その当時の人はそこで何か原因があるこれはと。何なんだこれ。CO2 というものが関係してるらしいってなるわけじゃんそこで。で、それで CO2 がやばいってなって。けどこれ C、その時に何か対応策がないかってその時の研究者が調べたところ、分かりましたと。 今まで以上に加速度的に地球温暖化が進んでるのは我々が CO2 の排出量を莫大に排出しているのと同時に地球上の森林という森林を伐採しまくって建物を建てまくった結果森林が世界中で少なくなってるそれで森林がえ植物が CO2 を吸収するという能力があることにそこで気がついたんですよへえなるほどなとそれでいやマジかと やべ俺らやっちゃってんじゃんって、やっちゃってんな、建物も建てまくってるし、森林も潰しまくってんじゃんっつって、そこからもなかなかね、やっぱ止まらないんですよ。 そこは人類の愚かなところだなと思いますけど、まあ、その時点でかなり経済も発展してしまってたので,でそこから1990年代から、えー、2020年代の今この30年間ぐらいに、えー、かなりの CO2 の排出をしてしまって高度経済成長期っていうその1980年代とかその前の、えー、それ以降の時代よりもはるかにこの30年今僕らが生きてる僕24歳ですけど僕らのが生まれるちょ僕がちょっと生まれる前 から今生きてるこの24年間ぐらいの間で、間が今までのこの2020年間人類が生きてきた中で最も CO2 の排出量が多く地球を汚し続け地球を破壊している時代なんですよ。絶望です、はい。もう過去の人が悪いんじゃない僕らが悪いんです。僕らが悪い。で思い返してくださいよ。僕はねすごい覚えてるんですけど、小学生ぐらいの時とかにあの温室効果ガスが。 あの警報とかがすごい鳴ってたじゃないですか、あの時ってもう考えると、リアルにやばかったんですよね。温室効果ガスが発生しまくってるから、あまり外,の外に出ないでくださいとか言われましたよね。そう、あの時とかって、リアルに結構、結構やばい時代だったんですよね。2000何年とか2010年とか、そんぐらいですかね。だからそういうとこも当時僕も考えてなかったですけど、こういうね、自分が考えなきゃいけない立場になった時に、すごい、うーん、やっぱそうやって時代って動いていっていて。 今までの人類がいかに愚かだったかっていうことをすごく考えさせられるんですが、なので皆さんね、ちょっといま一度のの森林減少、地形変化っていうところもね、ちょっと見ていただきたいとね思います。そしてこちら、産廃物の大量発生ということでね、まあ、こちらもね、皆さん親近感ありますが、もう建築現場ってすごいですよね、<laughs> とりあえずもう、産廃物っていう、もう利用できない、ね、リサイクルできません、資源として利用ができない、もうゴミにしかならないゴミがめちゃくちゃ多いんですよ。 建築業界はね。けど、これもかなりましになったんですよ。そう一応、ここの話も全部、努力してますあの。ここの重機とかもね、電気,の電気で動くタワークレーンを作ったりとか、いろいろ努力はしてるんですよ。企業も。企業とかも国も。 えー建設業界もね、努力してるんですけど、まだまだ多いんですよ。かなり減りましたけど、まだまだ多い。ほとんどのものがゴミになってしまう。木とかもね、そのまま再利用したりとか、プラスチックとか、まだプラスチックごみが多いんですよね。もうどうしても。プラスチックごみが多いんですよね、現場はね。そことかもいろいろと改善をしていかないと、すべて CO2 の排出につながってしまうのでっていうこともね、今問題になっていると。たキーポイントを握るのは、とりあえず全部 CO2 の排出につながるんですよ、ここら辺の問題は。 生物養殖とかもね全て全て結局養殖がやっちゃうと、えー、CO2 の排出ね発電とかによって CO2 の排出につながってしまうとか全て温暖化につながってくるだからこれ地球温暖化へっていうの、ね、これ全てはここのあること全て地球温暖化につながっていってしまうということですよ皆さんそれを把握していただきたいその上でですよ本谷さんさっきから地球温暖化やばいっすやばいっすって言ってますけど そもそも何がやばいんですかって思う人いると思うんですよ。地球温暖化が進むことによって地球を汚しすぎるこの建設業界何がやばいんですかと。地球温暖化が進むといまいち何がやばいのかちょっとピンとこないんですよねっていうそこのあなたそんなぼやっとしてる場合じゃないんですよ。地球温暖化が進むことはね説明していきますね <laughs> 説明していきたいと思いますよ。 地球に住めなくなくるっつうの、ね、地球温暖化が進むと地球に住めなくなるいやそんな壮大な話されたって実感湧きませんよって方多いと思いますねただこれが事実なんですよでこれ何でみんな知らないかっていうと、まあ、これをこの情報を発信するメディアがまずいないっていうねはい闇 はい、闇が闇で闇なんですけど、そこはね、深掘りはしていきません。皆さんはなんでこういう情報をメディアがガンガン前に大事な情報とか出していかないのか、ねそういうところはね、自分でいろいろ調べてみてくださいよ。ね、興味のある方、調べてみてください。でな、地球に住めなくなるってどんぐらいやばいんですかと、これが住むとどういう状況が起きてしまうのかっていうのをちょっと解説していきたいなと思いますよ。こちら、気温上昇。気温上昇ね。 気温上昇ですか地球温暖化すると思う気温上昇。どういうことですか熱波、海水温上昇、豪雨、書いてありますけど、まあ、ナチュラルに暑くなるよね。まず、で毎日毎日、なんとなく思いません、ね、毎年毎年夏って暑くなってねっていうぐらいの感覚が皆さんあります。なんとなく。毎年なんか40度、当たり前に超えるようになってきたなとか、10年前とかって、思い返すと夏って、マックス30、 度行行くかかかかなないぐらいらじゃなかったですかそう東京とか関東エリアに住んでる人、あのちょっと沖縄の方の人とかはもうちょっと高かったかもしれないですけどその、下手したらもう10年、15年前とかは32度とか、なんかそんぐらいだった記憶があるんですよ、僕の体感の記憶として。だから、今とか平気で行きますよね、40度とか平気で。だからもうこれがかなり危険で、でニュースでも熱中症で。 亡くなった方がいますとかって毎年ありますよね。だから毎年毎年ニュースで熱中症気をつけてくださいってめちゃくちゃやるじゃないですか。そのニュースの頻度もめちゃくちゃ増えてるなと思いませんそう、だからそこからなんですよ。それどころじゃなくなんぞっていう話をこれからしていきます。熱波ですよ。熱波ってわかります 暑いよ暑い空気が波で押し寄せてくんの。めちゃくちゃ暑い。暑すぎて、もうその暑さ、もう50度とかのもう熱、もう人類はその温度の中で生きられないって言われてるんですよ。 そうだからもうマジでその時点で暑すぎてもう干からびて死ぬ、うん、ほとんどの生態系が崩れてほとんどの動物がその暑すぎる空間で生きられなくなるとほんと騒くみたいな空間でがもうずっと続くみたいな世界観になっちゃうんですよねそうそれプラスですよそうなるとどうなるか海水温がとりあえず上昇しますよねめちゃくちゃ海の海の温度がめちゃくちゃ上昇してそれによって自然災害が起きるんですよ豪雨あれ 小谷さんこれもしかしてちょっと感づいてきました進んでるんですよ今こういう身近な話してくるとちょっと進んでるなって思いません温暖化がこの豪雨ってここ最近夏になるとニュースで日本国内でも豪雨で街がどうしなんか冠水したとかそういう事件って毎年何件もここ23年出てきたなって思いませんか 見ますよねこんなこと毎年じゃ毎年なかったけど最近よくよく考えたらニュースですっげー見るなとか下手すりゃこの動画を見てる方の中に私が住んでるとこも被害を受けましたっていう方もいると思うんですよ。ね。こういうことが起きてしまうよと。で、どん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 人が住めなくなる人はどんどんなくなっていく。ね。プラスですよ。こういうことが起きるとどうなるかっていうもう連鎖反応でいろんなことが起きてきますから。次。 病気、マジかよ、ウイルスかよってなるんですけど、病気は関係ないでしょって、だって地球温暖化に病気なんて関係あるんですかって、いろんな生物が死んでしまうっていう話は分かりますけど、そこで病気が生まれてくるってどういうことですかって俺も思ってましたよ。俺も思ってた、病気も俺らをそんなきつい状況で病気も俺らのことをもう攻撃してくるんですかって思ったけど、そんな甘くないですよ。そんな甘くない。こいつらはすごいよ、本当に。 永久凍土からウイルス永久凍土って何ってなるんですけど北極の氷とか南極の氷とかあるじゃないですかそれがどんどん溶けていってみたいな話はなんか十何年前で20年ぐらい前からずっと言われてるからなんとなく皆さん想像してると思うんですよそれってどんぐらい進んでると思います想像ででいいんですけどあの じゃない速度であの今溶けていってるんですよ。その北極とか南極の氷がね、めちゃくちゃ溶けていってる、うん。で、海水の温度もどんどん上がっていってる。で、だから皆さんもさっき言った身近なね、豪雨とかあるんですけど、その今まで人類が生きてきた中で、あの溶けてこなかった氷なわけですよね、南極の氷とかは。ね、今までずっと氷、ずっとカチーンってなってた氷の中がどんどん溶け始めることによって、今までこの地球上に存在しなかった氷が、 その永久凍土っていう絶対に解けない氷の土地からウイルスがガンガン出てくるっつうんですよ。マジっすかと。え、ね、そうでしょしかも寒いところで対応できなかったウイルスとかそういうものがどんどん進化してくるって今までここら辺で,で冬じゃないとその冬冬夏あったかい時じゃないと基本的に。 生きていけないウイルスとかそういうので最近とかって結構あるんですよそういう性格とか生態的なものがあってウイルスとかにもだからそれもどんどん熱が上がってくるよことによってそこに対応していくウイルスとかどんどん進化してめちゃめちゃ感染症が流行るって言うんですよ感染症やばいコロナウイルスねえこれ今専門家さんの間で話されてる話はコロナウイルスは もしかしたら、こういう永久凍土からが解けたことによって出てきた新しい感染症,感染症なのかもしれないってい話もされてるんですよ。だから、ああいうコロナウイルスみたいな感染症だったりとか、また違った病気っていうのは、今後どんどん地球温暖化が進んでくると、世界規模でどんどん出てくるって。やばいですよ、皆さん、コロナウイルスで今、あんなもう日本だけじゃなくて世界中ひよってんすよ。やばいんすよ、だから。ね。やばさ少しずつ伝わってきたかなと思いますけどこれ。 人の手によりって書いてあるんですけど、ちょっとちっちゃくてごめんなさいね。人の手によりって書いてあるんですけど、これどういうことかっていうと、いかなるこういう感染症とかコロナウイルスだったりとか、そういう莫大なレベルで世界中で流行った感染症って今まで,過去でも、過去に何度かあるんですけど、そういうのが流行るときっていうのは、必ず人,人、人類が自然とかに手を加えてしまったとき、そういうときに確実に感染症とかは流行るって言われてるんですよ。だから 今回も地球温暖化を人類がもう加速させたことによってそれによってコロナウイルスが流行ったんじゃないかと言われているとだからこれも今後このまま続けていったら必ず新しいものが出てくるんじゃないかとそういう話になってますで次紛争ねこれですよこれも病気と気温上昇から紛争かなりつながってくるんですけどなんで紛争すかと紛争ねこれですよこれも病気と気温上昇から紛争かなりつながってくるんですけどなんで紛争すかと 少なからずこの動画を見てる皆さんとか僕は地球にしっかり生まれてきてそれなりに幸せな生活を毎日送らせてもらってるわけですよね当たり前のように戦争もなくっていう今の時代に生まれてる人は相当ラッキーな時代に生まれてるんですよントにだ工事現場とかもこういう電気、ね、全て電気で動くものを作ろうと、ね、CO2 の排出に繋がらないもの電気のエネルギーを使って